衝撃の告白、渋野日向子がゴルフから卒業宣言。真相に迫る日本の女子プロゴルフ界を代表する存在、渋野日向子選手。彼女は若干22歳にして快進撃を続け、世界的な脚光を浴びています。そんな彼女が突如としてゴルフを卒業する意向を示したという衝撃的なニュースが飛び込んできました。果たしてその真相とは？それでは実際に渋野選手に取材を試みました。渋野選手の鮮やかな笑顔が印象的な彼女は、私が決断したのはゴルフからの卒業です。でもそれはゴルフ界からの卒業ではありません。今後はゴルフ界において指導者として携わっていきたいと思っているんですと語ります。渋野選手が表明した卒業は、現役選手としての活動から退出するわけではなく、むしろ新たなフェーズに進んでいくことを示しました。そんな中、彼女のファンである多くの人々が驚きとともに彼女をビッグチャレンジャーとして応援する思いを寄せています。この決断に彼女が至った理由は、がっつりとした現役選手としての生活を送る中で何か自分に抜け道がないか模索していたところ、彼女自身が指導する立場に回ることによってスポーツ界に多大な貢献ができるのではないかという直感が芽生えたからだとのことです。そしてもう一つ、渋野日向子選手が卒業に至った理由は男性関係にあるそうです。渋野選手は彼氏がいることを自ら公表しており、その彼氏と共にゴルフを励んでいたそうです。しかしプロの現役選手として長期にわたる遠距離恋愛は困難であり、それが彼女のゴルフから卒業する決め手となったとのことです。渋野日向子選手が卒業という驚きのニュースに対して、ファンからは敬意が込められた応援の声が上がっています。そして未来に向けた渋野選手が掲げる新たな目標は、若い世代の後継者育成に尽力し、次世代を担う女子ゴルフ界を支えていくこと。これは確かに脚光を浴びる彼女なら思い切った決断と言えるのかもしれません。今後の渋野日向子選手への期待がますます高まるニュースと言えそうです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。